ポッドキャスト番組アイドルの履歴書荻野ゆかが聞く私はこうしてアイドルになったこの番組は FMNAC5 で放送中 ZIBOOK との連動企画元 NGT48 の荻野ゆかがアイドルをゲストに招きアイドルについてトークする番組である「アイドルの履歴書荻野ゆかが聞く」 私はこうしてアイドルになった。荻野ゆかです。アイドルの履歴書荻野ゆかが聞く。私はこうしてアイドルになった。今回はこの方とアイドルトークをしていきます。自己紹介お願いします。 尾関舞ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますいやこちらこそありがとうございますちょっとこの後たくさん深掘りさせてもらえたらと思いますので、はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます尾関舞さんは2014年11月カントリーガールズの新メンバーに選ばれ <laughs> ハロープロジェクトへ加入翌年3月にメジャーデビューをされます2019年12月にカントリーガールズおよびハロープロジェクトを卒業 学業を優先しながらソロ活動を行い、今月二十四日にソロデビューシングルとなる。涙のトゥモローイエス晴れ予報をリリースされます。はい、ありがとうございます。お願,ますお願いします。あのつい先月大学を卒業されたばかりということで。はい、でお若い。いやいやいや、年ね。二十二歳。二十二歳か。うんまあ、今年二十三歳の年。ああ。私の三歳下です、ね。え 多分アイドルの時期って絶対被ってるじゃないですか、はい、そうですね、はい、お会いするのは初めて、ね、おそらく初めてだと思います多分番組内でそれ違ったのも、うん、多分ないかなないと思いますですよね私がむしろもう小木野さんのことテレビとかで見させていただいてたっていう感じだったのでやだ本当に いや本当ですよ本当にすみませんそのおこがましいですけどありがとうございますこの間ネットニュースで見たんですけどもその大学の卒論を推し活についてはいはいはい書いたみたいないやそうなんですこれが私すごい気になっててはいどういう感じなんか卒論っていうとすごいこう難しいイメージがあるかと思うんですよなんかこう経済とかなんかそういうこう最近の情勢についてとかなんか私は まあそういうあの頭がいいことはちょっとねあんまりわからないし <laughs> まあ大学に行ってたけどなんだろうそこまでこう経済のこうなんだろうな株価とかそういうことまでは学んでいなかったんですけど、まあ、一応経営について学んでて、うん、その中で最近の推し活ブームってめちゃくちゃゃゃくすすごいじゃないじなですか今ねでもうどの店に行ってもなんか推し活グッズがあったりとか。 なんかどの企業も推し活にちょっと便乗してる部分があるなっていうふうにすごい感じてて、うん、で私自身がこうステージに立つ側ではあるから逆の立場になった時になんかどういうふうにこう経済が動いてるのかなとかその推し活が動かすこう経営の違いとかもあるのかなと思ってせっかくこう経営学部だしアイドルだったしっていうことで推し活について。 書きましたねさすがもう元アイドルならではの着目点の,、うん、そ,のそうだと思います、うん、なんか逆の立場になって書くってこともなかなかあんまないと思うので,うで、ね、ちょっと面白いかなと思って書いてみました、うんうん、まあそんな尾関さんと今日はアイドルトークをしてアイドル本アイブックを完成させていきます、はいはい、ポッドキャスト番組ではデビュー前までどんなことをしてきたのかアイドルまでの道のりについて伺っていきます この番組の取材担当のロボユカちゃんがいていろとリサーチをしてくれています、はい、ロボユカちゃん最初のキーワードお願いします元カントリーガールズ小関舞アイドルの実態憧れのアイドルはまゆゆまゆゆさん AKB48 元 AKB48 の渡辺まゆさんに憧れていたということで、はい、そうですね、えー、もう全員の憧れですよね本当にそう思いますん、うん、なんかあのー、私は、うん 小学12年生ぐらいまでは女優さんになろうと思って劇団とかに通ってたんですね、うん、なのでこうお芝居を中心にあの勉強してたんですけど小学34年生ぐらいの時にもう「まゆゆ」に出会ってしまってもうそこからもうどっぷり AKB48 さんにはまって、うん。 でも特にまゆゆが大好きだったから、うん、もうねあの特徴のツインテールと,ール、ね、とあとちょっと遅れ着があるパッツンの前髪とあとなんて言ったってあの制服がこうなんだろうコンセプトだったじゃないですかうん、うん、だから小学校に <laughs> 制服で毎日登校したりとかまゆ真さんに憧れて,憧れてですもうピンクのリボンして<え>ピンクのスカート履いて。 なかなか浮いてたとは思うんですけどそれすごいですねちょっとやばい感じでしたけどもうグッズの下敷きとか買ってそれを勉強道具を一緒に使ったりとかしてへーめっちゃ流行ってましたよね流行した下敷きとかハンカチとかもう当時の AKB のグッズってもう学校でみんななんかいやもうみんなでしたねあったなあと AKB プッチョとかも やってました,たもうた小学生のお小遣いって少ないじゃないですかでもどうしても推しが出したいからあの1ケース分買って、うん、それが 結構するんですすすよよね1000円以上はするんですよでも公園でみんなで開けて「よっしゃ来た!」みたいな「ゆゆ、うん、来た!」みたいな感じで開、うん、けてたりとかもうそんぐらい,すごいもうハマってましたね。なんか話してる時の表情が、はい、もうすごいなんか本んに好きだったんだなっていうのが。<laughs> 大好きでしたよ本当にまゆゆさんは私もあの、ね、学生時代の頃すごい可愛いなと思ってて <laughs> ちょっとだけ一緒に活動したことがあるんですけど。 なんかかありますかその真、ま、ゆさんのことで、えー、こんなお渡しですけどちょっとだけ、ね、あるのでえ本当ですか、うん、え何を聞こういやそうかなんだろううーん真優、ま、さんってもうほんと完璧なアイドルじゃないですか、うん、なんか楽屋とかどういうキャラというか、うん、確かに。 もうそういうなんか裏側をついつい聞きたくなっちゃいますね。なんかどういう人なのかなっていう。な,なんかやっぱりこうねテレビとかで見られ見るときってすごいもうなんか完璧なオードアイドルっていう感じだったですよね。でも学業では結構あの。 ツッコミキャラというかあとすごい天然おっちょこちょいみたいな感じのイメージがありましたねへ、えーはいえー、そうなんですねでも完璧でした楽屋でもやっぱ食べるものもすごく気を遣われてるし、えー、ずっとプロ意識が高い方だったなっていうイメージがありましたね。えー、うわいいな一緒に活動してみたかった <laughs> ティエ4 8とハロプロさんではちょっとね強かったからあれですけどいやそうです、ね、そうかでもねやっぱり当時の憧れるアイドルっていうものは、はい、それこそね、はい、モーニング娘。さんもそうです,す、ね、AKB48 もそうだし。 やっぱ当時なん時のあの二グループはすごかったですもんね,そうですね。お互いがお互いをこう尊敬し合って、憧れて入ったっていう人もいますもんね。うん、ねそうですね。え、なんか楽しみです。この後の話が。いやですね、私、いろんな深掘りできそうです。楽しみです。ですありがとうございます。はい。それではですね。事前にリサーチした。続いてのキーワードに参りましょう。はい、ロボエカちゃん。元カントリーガールズ。五隻舞。アイドルの実態。 デビューまでのレッスンはいやーあのー、まあ私がそのカントリーガールズというか、まあ、ハロープロジェクトに加入する頃というか、まあ、それよりも前ですけど、うん、YouTube がこうどん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 盛んになってった時期ではあったんですけど、あのー、とにかくやっぱりアイドルになるってことで、まあ、ハロープロの動画を見あさったんですよねとりあえず。<laughs> もう全部のグループもそうだし、うん、ハロープロジェクトっていろんなグループがあるんです。もう歴史もめちゃくちゃ深いんですよ。うねえー、だから、もうモーニング娘さんのこう黄金期の まあ恋愛レボリューション21とか、うん、そこら辺のミュージックビデオから、まあ、最近の「モーニング娘。」の映像まで全部見あさってあすごい、はい、はで、それまではあのー、ハロープロというかまあそれよりも AKB さんが好きだったから、うん、あの、AKB の動画とかもたくさん見てたんですけど、うん、オーディションというかまあ、こうハロープロにこう加入するというふうになってから YouTube を見あさって、うん、で もうそれを流しながらとにかく一人でライブみたいな感じでずっと練習してましたね、はあ、そうなんだ、はい、でもえダンスとかは習ってはいいほ,ほぼ習ってない、はい、だからダンスレッスンとかもしたことないし、うん、歌とかもほぼ習ったことないから完全に独学、うん だったし、うん、あとはなんかこう衣装とかもすごい憧れがあって百、うん、均でなんかいろいろ寄せ集めてえーかわい,い衣装を作ったりとかして、うん、でマイクとかもなんかおもちゃで売ってるじゃないですかあのラムネが入ってるやつとか、ね、なんかそんな感じですそれを持ってやったりとか、うん、もなんかアイドルごっこみたいな感じですけど、うん、そのアイドルごっこが、まあ、今となっては役に立ってたのかなと 思いますね。<laughs> 私全共感。これ <laughs> 本当に <laughs> そうですよね、うん、え。そのよく見たのはどんな動画だったんですか？その中でもなんかダンスショットバージョンっていうのが公開されてて、うんえー、あのミュージックビデオってこう？ それぞれのメンバーの顔がアップされる動画がまあ多いんですけど、うん、ダンスショットバージョンって言ってもうダンスの部分しか映さないみたいな動画があるんですけどそれを見てなんか誰々のパートを覚えようと思って、うん、ずっと見て、うん、で私妹がいるんですけど、うん、妹に「あ,あなたここやって」みたいな「このパート歌ってここ踊ろせない」みたいな <laughs> 少しでも人数増やそうと思って。グループだから 妹に付き合わせて、一緒にずっと踊ってましたね。うん、すごいな。はい、特に、うん、あの、私が、えっ、ー、と、受けた、のがモ、うん、モーニング娘。の、オーディションだったので、うん、その頃が、えっ、ー、と、モーニング娘。ワンフォー。 っていうワン・フォーっていうなんかこう数字がついた時代だったんですけどもはい、はい、あのー、ちょうどフォーメーションダンスとかをすごいこう強化してる時代ですごいダンスに力を入れてる時代だったんですけど。うんあの 特に聴いてたのがモーニング娘。'14 の愛の軍団っていう曲なんですけどこれはめちゃくちゃかっこよくて可愛い,いというよりかはかっこいい楽曲だったんですけどめちゃくちゃダンスも難しいし歌も難しかったんですけどそれを永遠に見てずっと踊ってましたね、うん、なんか表情の練習とかもしたりしてました、はい、してましたねやっぱ常に鏡の前で踊るから <laughs> 表情はもうちょっとかっこいい風にしないとな、うん、みたいな 自主練、ね、勝手にしてましたねこれはえっとオーディションを受けようって思ってる時か、はい、まだ受ける前からやってたか受けてる最中,最中オーディション期間ですねうん、うん、まさにすごいな、はい、でも なかなかアイドルのオーディションを受けるまででも、うん、そこまでやってる子って意外といないなって思ってうん、そうですね。本当になりたかったんですねっていうのがすごいあります。なりたかったですね。うん、でもそこまでしないと当時ってその、うん、今もそうですけどその、はい、私たちのその時代ってもっとやっぱ応募者人数とかもすごい多かったじゃないですか。すね、か狭き門だったし、うん、やっぱそれくらい努力を しないとダメだった時代だよねっていうのは思いますね感じますねはいいやーすごい私もなんかね思い出しました懐かしいなっていう感じがいやそうなんですよねもう意外に10年ぐらい前の話だからそっかいやそうなんですよもう10年前かあれやばいんですよね結構懐かしいなと思いますはい。では事前にリサーチした続いてのキーワードに参りましょうロボユカちゃん元カントリーガールズおせきまい アイドルの実態、アイドルのきっかけはお母さん。<laughs> これはね、はい、あるあるなのかもしれないな。いかもしれないですよね。うん、はい、あの先ほどもオーディションの話ちょっとしたんですけど、うん、あの元々はまあ、AKB さんとか大好きだったけど、うん、自分がアイドルになりたいっていう意志は。 正直なかったんですよねあもう好きだったけど好きだけど入りたいっていう意思はそこまでなくて、うん、でも芸能界で何かしらの形で活動はしたいっていうふうに思ってて、うん、そんな中でお母さんが「うん、えちょうどモーニング娘。の新メンバーオーディションやってるよ」っていうふうに雑誌で見つけてきてくれて「ウケ、うん、るから」みたいなお母さんが「もうもうあなた申し込むから」みたいな。 もう受けたからみたいな「<laughs> もう申し込んだからよろしくみ <laughs>、えー」みたいな「ええ、うん!」みたいなで正直私ハロプロについて全然詳しくなかったんですよ。あそうなん、はい、まあ、アイドルは知ってるけど「そのモーニング娘。ま」か、あ「聞いたことあるな、まあ、日本の未来はウォウウォウかな」みたいなぐらいの知識だったんですね。だかららこんななに知らなくててオーディション開けて 大丈夫なななのかなみたいな多分オーディション受けてる子って絶対ハロープロ大好きでう、ね、もう絶対入りたいみたいな、うん、もう詳しく私は詳しいですみたいな子ばっかだと思うからもうどうせ落ちるだろうなって思ってて、うん、でも受けているうちにどん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 進んでいってしまって、うん、やばいまずいどうしようみたいな。でハロープロの楽曲も知らないからオーディションでこう。 課題曲が出されるじゃないですか、うん、だからみんなは多分知っているであろう曲でも私は一から覚えたりとかしてそう,かそうなんですでもあの合宿審査合宿あるんですかあるんですよ合宿審査があって、うん、もうそこもう最終段階なんですけど合宿審査まで進んでもう最後の十人とかまで絞られて一泊二日で歌とダンスとあと大喜利 なんで <laughs> 歌なんでダンス大喜利っていうあの科目があって、うん、それをこう1泊2日でずっとやり込んで、うん、で、まあ、最終的にはあのー、最終審査まで行ったんですけど、まあ、モーニング娘。にはなれなかったんですけど、うん、カントリーガールズっていうあのメンバーに選んでいただいてっていうところまでが、うん、こうオーディションを受けるまでのお話なんですよね。うんはーい 大喜利か <laughs> でもハロプロの方ってそのバラエティっていうか、はい、そういうのもイメージがあるからあ,ありますよねそういうのを鍛えるっていうのもあったんだんあったんだと思います歌ダンスだけではなくそっかまあいろいろねすごい聞きたいことは山盛りなんですけどももう時間があれということなので、はいはい、え続きは NAC5 の放送の方で、はい、お願いしたいと思います。お願いします 尾関さんに、はい、あのこれからアイドルを目指す子たちにアドバイスを送るとしたら何ですかっていうのをちょっと聞きたいんですけども、はい、そうですねもう一言で言うならば自自分に自信を持つっていいうことだとだ思いますなんかやっぱりライバルも多いし、まあ、アイドルになるまでもそうだしアイドルになってからもやっぱり上には上がいるんですよね。自分がそれまで一番だと思っっててもいざこの世界に入ったら いっぱいすごい子がいるしいっぱい可愛い子がいると思うんですけどそれでも自分は唯一無二の存在だって思うことが何よりも大切だと思います、うん、はい、本当にその通りだと思います、はい、ありがとうございますということで本日のゲストは尾関舞さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ましたポッドキャスト番組アイドルの履歴書荻野由加が聞く 私はこうしてアイドルになったこの番組は FMNAC5 で放送中 ZI ブックとの連動企画デビュー後の話はラジオでお聞きください